あるかな？ないやん。ないやん、ないやん。いい加減にしろよ。え？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。てかさ、自由自在に動き回ってきたけどさ、なんか案内してくれるんじゃなかったっけ？え、それはどうなったんすか？案内とかはどうなったんすか？ここは一体どこなんだい？なんかいろんなさ、作りが複雑すぎてよくわからんのよね。君さっきからいたっけ？というわけで、ララコちゃんとしんのすけの阿蘇の町探検ツアースタートです。今さら、私ずっと無視しとったってことかな、もしかして。違う方向から出てきてしまった。私についておいで。ほう、もう夕方ですけど。まあ、ついていきますか。動けない。お、あっちに行ったね。まずは工房。工房青空。しんのすけ。ほい。ここは工房青空。昨日の夜本を読んでた女の人、つまり畑さんが一人でやってるんだよ。自分のところで布を作ったり、それを染めたりしてるんだ。染めるってどうやるの？それは畑さんに直接聞いてみて。小学生の時にさ、なんか染め物体験とかやった。楽しかった。小学生並みの感想やけど。さてと、次はさらにこの隣の店だよ。隣の店って何？ダンシング二郎のこと？そういうことですか？ついでになんか野草あるか見とこう。この町は火曜と木曜が燃えるゴミの回収日。お。ダンシング二郎だよ。ここがカフェ&バー、ダンシング二郎。さて問題です。このお店をやってる人の名前は何というでしょう？二郎。ヒント、お店の名前はダンシング二郎。四郎さん、なんでやねん。なんでそうなる四郎さん。お、ダンシング二郎で DJ なんやねん。ダンシング四郎ってお店の名前だぞ。ダンシング四郎じゃなくて、ダンシング二郎。まあいいか、じゃあ次へ行くよ。何も気にしないんすか、二郎さん。これってもしかして取れるのでは？取れんかな。なんか色が違う気が。シソや、やったね。ね、シソゲットした。あ、これももしかして記録されるん？おお。シソを手に入れた。これは大葉とも言うけれど、大葉か野郎とは言わないよ。何その感想。もしかしてこれもう一個取れるの？なんか必要やったか忘れたけど、まあ、とりあえず取ったか、あった。え、どっか、おったおった。ちょっと、え、先行きすぎじゃない？めっちゃ遠いんすけど。超遠いんすけど。霧島とは。ここは、食品スーパーの霧島とは。お使いとかさ、お金貯まってきたらここで買うこともできるんやね。天使は可愛い女の子。可愛かったっけ？こんちは。まあ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 。てめてめ。軽い感じやね。見慣れない顔だね。どっから来たの？埼玉県。ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。自分で看板娘って言う。いや、まだもっとと覚えてね。何それ。うら。うらしんのすけ。5歳。なんかすごい自己紹介だけ気合入ってるよね。私は18歳。まだ18なのに、この店を一人で切り盛りしてる働き者なの。自分で言うの。今はこの町の物流を一手に担ってる状態。そんな？だから逆らわない方がいいわよ。スーパーここしかないんか。というわけで次に行くよ。さらっと流されたね。あ、私にも逆らわない方がいいわよ。みんな怖いよ。しんのすけ早くおいで。もしかしてあれか、紹介された後で買い物ができるようになるとかいうことかな。民放カレー。いや、もうなんか店の外観が個性的すぎて。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。でも人気なんやろ。
胸にも忍びって書いてるし。目があった。怖い。何、勝負が始まる、ポケモン的な。なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。俺は野原慎之介。お、拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ。そのまんまなんやね。カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。中二病をこじらせているのかしら。実態は銀河流忍者の末裔である。何、銀河流忍者って聞いたことないんやけど。え、今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。うんうん。ああ、子供にすらそう言われる。でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。忍びとしての務めって何？カレー作ってるだけじゃなくて、生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術。これが基本。生まれた時からなんすか。それにしても変な人だらけだな、この町は。君が言うのか。さて、次はあっちの比較的まともな新聞社。うちのお父さん、つまりキャップの会社だよ。まずはさっきの DJ バーのところまで来てね。またそこまで戻るのか。そっか、向こう側はなんか遺跡、あ、ここにもなんか生えとる。これもシソかい？違う、ベンチじゃなくて、よいしょ。違うんすよ。ふいふい。お？こっちを調べてそっちが取れるの。ふふい。その辺の距離感がよくわからないわ。DJ バー、DJ バー。こっちの方向でしたよね。あ、いたいた。きっちり DJ バーの前にいなくてもいいんじゃないかな。店の人が怪しむのでは。遅いよ。早いんだって。レディーを待たせるのはマナー違反よ。なんなんだあいつらはって思ってないかな。次郎さん。さてさて、やっと新聞社まで到着です。あ、またいろいろネタ提出できるんじゃない？どうやらララコちゃんは他に用事があるようです。なになに、ヨシコさんってこと？やっと着いた。もうそこのね、そこの柵の部分からひょいって越えて家に帰りたいよね。ここの新聞社にうちのキャップとお手伝いにヨシコちゃんがいるの。ヨシコちゃんは女子大生なんだけどなかなかの美人だよ。じゃあララコはこの辺でお家に帰るね。え、先に帰るんですか？そろそろ見たいテレビが始まる時間なのよ。普通5歳児置いて一人で帰らんくない？じゃあそろそろ帰ろうかってなるんじゃない？じゃあね、楽しかった。置いて帰る。ララコちゃんは不思議な子。終了。それが結末。まあとりあえず新しいなったら提供しとくか。提供できるよね。今新聞社の状況はこんな感じ。どんな感じですか？本日の新規契約者数はプラス78人。新聞の売り上げがちょっとだけ増えたんだ。すごい悲しい音。まあまあかな。まあまあ頑張ります。目標500なんよね。よし。さあ今日はどんな記事ができた？見て見て、これはギリギリな記事だな。ギリギリ。まあ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 、でも新之助記者の記事による新規契約数は60でも66おりやん。お小遣い60円をもらった。ありがとうございます。おし、紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。新之助くんも我が新聞社の発展のため今回のどんな感じってか、どれが一面になるんやろ。よし、何も変わってないですけど。何も変わってないですけど。ダメだったんじゃねえのか。とりあえずお小遣い、もうなんか見たいテレビがあるんじゃなかったの？めっちゃブラブラしてますけど。とりあえず思想を持って帰りましょうかね。なんかスって帰れんもんかな。あ、シロ。もう夕方。お、お迎えに来てくれたんすね。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。ちょうど帰ろうと思ってたの今。シロ偉すぎん。いただきます。あ、朝言いよった通り、夕食はカレー。ほら、新聞記者になったぞ。シュポーシュシュポポ、やっぱり記者なんよね。お仕事の邪魔になってないかしら。気にしない、気にしない。いや、気にしないどころか。全然お客さん増えよるけん。
しんのすけが持ってる不思議なカメラを使って見つけたニュースをどんどん我が社に教えてほしい。しんのすけが担当する新しい新聞は名付けて圧走壁新聞。期待してるからね、しんのすけくん。いやー、5歳児には重いよ。いいよね、この景色。絵の具で描いたような感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ひまちゃんもなんか一緒に言いよる。カレー美味しかったね。ありがとう。駅前のカレー屋さんには行ってみた？忍法カレー？あれじゃないんか。忍法カレー駅前じゃないね。父ちゃんみたいに変なおじさんだったぞ。いや、あれが駅前なのか、やっぱり。基本的にいい人なんだけど、個性的すぎるのよね。いろいろとこじらせとるよね。いつもちょうどこう、お風呂に入る時間帯にあのロープウェイが動きるよね。気になる。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから。かけたぞ。もしかして毎日みんなのおる場所違うんかな。何あれ、テレビ見ながら泣きよん。それともなんか感動して泣きよる？お、泣きよる方やった。これが、ヨヨコちゃんの夜の日課。何何？毎晩毎晩、とても感動的なメロドラマを見て、彼女は泣いているのです。で、見たいテレビは見た？ねえ、ララコって誰かに似てると思わない？歴史上の人物なんだ。いや、全然わからん。ラッコ？無視。歴史上の人物じゃないしね。ひまちゃんずっとなんか話しよる。なんか楽しそうね。癒されるわ。ひまちゃんはもう疲れてお眠かと思ったけど、意外に元気なのよね。知らない家に来て興味津々なのかしら。あの、キャップは一体何をしているの？あ、もしかして、てかヒロシもおらんね。もしかして一緒に、お酒を飲んでるんすね。今日は疲れただろ。毎日が夏休み、楽しみだな。でも俺は仕事だけど、頑張れ。おじさんは昼間新聞社にいるから遊びにおいで。了解です。で、どこで納品したらいいの？掲示板見たらいいんかな？ヨヨコおばちゃん！しんちゃん！はい。うれら、これにするじゃん。しそかける2。おや？お使いちゃんとできたね。ヤマメ連れてないよ。ウリオンかな、スーパーに。お小遣い合計10円をもらった。しょぼい。マンモス。ここは空気が美味しいから、新鮮なものだったら何でも美味しく感じるのよね。では、しんちゃんのさらなる活躍を期待します。ヤマメはなくて大丈夫だったのかしら。てか、なんかさ、扉増えてはないんやろうけど、なんか扉あったよね、ここに。これは入れるの？お、開けれた。なになになに、どこ行ったのあれ。トイレ？トイレや。まさかのトイレやった。そういうことね。なるほど。どこに行ったのかと思えば。お風呂はもう一人では入れんのかな。夜のお楽しみ。もう入っても。お、歯磨けるよ、これ。すごい、自分でちゃんと椅子持ってきて。しっかりと歯磨き。えらい。すごい勢いやね。周りにちょっと飛び散ってそう。歯磨きをしたよ。でも子供ってさ、歯磨きするの嫌いな子多いって言うけど、嫌いの意味もよくわからんよね。めんどくさいってこと？そういうことなんかな。違う違う。何回見るんだ。あ、そういえば、読み聞かせよる。読み聞かせしよる。あ、てか今思ったけど、あれか。の街を見ることが、ナレーションの人と同じ声ってことかな。ある日、この街にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、キャップさんって知ってる？まあ、そりゃ今私がどこの家から出てきたか見た。知ってるかい？ここは古代九州を治めていた一族が作った町なんだ。だからとってもすごいんだ。
そんなに高く飛ぶことは危ないはずだ。この町には東京タワーみたいに背が高い日の宮ぐらいだってあるんだよ。あ、見た見た見た、あれ登れるんかな。翌日もまた同じことをすると、いや話は聞いてくれないですか。今度はもっと高く高く舞い上がり一緒に並んで座れる。いいねいいね、なんか白く光るのが見えました。一人だけちょっと柱を挟んでいるけども、彼はそこで気を失って落ちたんです。どこかしらにあのロープウェイにすごく乗りたいんだけどすごくすごく乗りたい。あれはヤマメ、ヤマメ釣れんのかな。お、見てあれ、イルミネーションみたいなのついとったよ。お、あれやん、山田もっとちゃんじゃない。ほら、え、なんで隣のスーパーのお姉さんがここにいるのかって。店がすぐ隣だから、いつも夜になるとここにお邪魔してるのよ。ここはジュースが美味しいよ。あ、夜霧島ストアに用事があるときはここにいる私に話しかけるか、ストアの前から来いってね。ストアの前からめっちゃ大声で叫ばんといかんってこと。ってことはここにおるモットちゃんに話しかけたら、元気そうで大変よろしい、買い物ができるってこと。なるほどね。で、何をしに来たのまさかの何、食材持ち歩きよん。あるかな。ないやんないやんないやん。いい加減にしろよ。え、そうそう、しんのすけ、簡単なお手伝いをやってみない。みんなしんちゃんに手伝わせる。うちの店にも日の山食堂や忍法カレーと同じお手伝い用の掲示板があるから。お、忍法カレーもなんか。よろしく。え、仕入れてこいとてか忍法カレーもなんやね。ちょっと見に行ってみようか、忍法カレー。遠いよ、めっちゃ遠いよ。ここから叫ぶんかな、どんな感じで。よりどりみどり、誰にする。普通にそのまんまやな。冷やかしをすると怒られるとえ、でお手伝い用の掲示板っていうのはこれのことか。いろんなところでお小遣い稼げるんやね。水菜を4本。しんのすけ、何掲示板見てんの。なんか持ってきてくれた。えこれはうちが仕入れ品物をメモしてる掲示板だよ。持ってきてくれたらお小遣いをあげるよ。よろしく。ではしんのすけ、がっつり期待してるよ。そんなに期待されましても困るな困ってしまうな。あ、これか。ふふーい、しんのすけ殿。まっは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 。豪快だな。うるさいよ、夜だよ。もなになにこれはうちの店で使うスパイスやハーブの仕入れ状況でござる。これらを持ってきてくれたらお小遣いを渡してござる。よしなに。ではしんのすけ殿、必ず戻ってこられよ。へえ、もう家に戻るよ帰る時間でござるぞ。びっくりした、誰って思った一瞬。怖、不審者かと思った一応誰かしら大人が声かけてくれるんやねてかめっちゃ怪しい格好やったよね。忍法カレー、忍法カレーの銀河さんは忍者だよ。銀河流忍者の末裔だ。水遁の術が得意だよお、そしてララコと街を一周一緒にテクテク歩いたよ。マラソンみたいな走った。確かにそんな感じやね。ええわ、今夜のご飯はカレーだよ。待って、今のすごく変えたいけど見れなかった。もう一個の方、メロドラマを見て泣いているヨロコおばちゃん、不思議だな。どんなドラマか知りたいな。まあ、見ても内容よくわからんやろうね。アッソーは古代九州を治めていた人たちが作った町らしい。ちゃんとあれやね、聞いたこととかもきっちりきっちりメモしていきよんや、意外と。スーパーの店員さんは夜二郎の店にいる。なるほど、そういうのちゃんと覚えとると。これよこれ。あー、変えられない。くそ。はい。そしておやすみなさい。このさ、しんちゃんが着てるパジャマ、なんか現実、リアルですごい人気じゃない？アマゾンでよく売り寄るの見る。そして評価高いよね、なんか。眠くなりそうなオルゴールの音。いいよね。田舎ってこの、星空めっちゃ綺麗よね。はい、記録します。今日から朝の体操に
ダラコちゃんが加わります。むしろなんで前の日まで加わらんかったんやろよくわからんけど。お、加わった加わったね。キャップは加わらないの？もしかしてまた次の日になったら加わる感じ？何一日ごとに次だ、みんなで体操、深呼吸。まちゃん落ちそう、大丈夫か？シロもちゃんと動きよんかな。では、朝からさ、いただきます。量すごくない？サラダの。いただきます。サラダ量ありすぎじゃない？なんなんあれ、アボカド？なんか真ん中にずらーっとあったやつ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一日経過したらいろんなネタがね、絵日記に出てくるけん、それを持っていけばいい感じかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。か、この食堂のお客さんっていうのを見たいんやけど、現れないんすか？この食堂にお客さんあるの見たことないんやけど。その見たことある感じの人っていうのをね、すごい見てみたい。